どうもです。ドキドキンチャンネル滅一門亮です。今回は中尊寺金色堂、前回、腕抜きの、能力を動かすために使った四つ葉の刺繍糸ですね、それは取るための、攻略動画という形でいきたいと思います。で、場所の方が陸奥国ですね。馬で行ってもらって、ちょっと北の方ですね、北の方に、行くと、建物が見えてきますので、そちらになります。そんなに遠くないんで、ここカットすることでもなく、実際走って行ってますけど、ここですね。で、ここでクエストを受けることができるんですけど、報酬の方がこいつからもらえることができて、クエストをクリアするとポイントがもらえるんですけど、それが1番から8番までありまして、その番号の、ポイントを稼いで報酬と交換するという形になります。ここで黒金剛石の砥石とか、今では指輪の動かすところはあんまり必要ないんですけど、腕抜きを動かすのは今でも全然使いますので、必要なアイテムとなります。で、6番から8番のとこでもらえるものが、攻撃力を10上げるのと、防御力を10上げるのと、回復力を3%上げるの。装備に5箇所つけれるので、つけてない人はぜひやってみて、装備につけたいなというところです。で、今回はこの四つ葉の刺繍糸の、取るために、3の20ポイントと、4の20ポイントの稼げる場所に行きたいなと思います。で、まず3の方から行きたいと思います。3のポイントがもらえるところが、1の楼塔、通常依頼のところですね。中尊寺金色堂過去通常依頼の1の楼塔というところに、行こうかなと思います。結構あるんですけど、一応全部クリアしてるんで、まだしてない人もしてください。で、まず入ると、右と左に、行けますので、どっちでもいいんですけど、まず左からこっちから行きたいなと思います。で、雑魚が、うじゃうじゃいますので、引力薬貝を使いまして、隠れて行こうと思います。一応30秒切れるんで、全然1個で、いけると思います。こうですね。まず結城智光、こいつからやっていこうかなと思います。強さの方はもうだいぶ前のところなんで、そんなに苦戦するような、敵ではないと思いますんで、英傑がいればの話なんですけど、全体攻撃が多めで、単体攻撃でもあれば、難なくクリアはできると思います。がっつり強めの英傑でちょっと来ましたけど、そんなに苦労するような敵ではないと思います。自分もあんまりこう来たことなかったんで、ちょっと
かあんま覚えてなかったんですけど、まあ、こんな感じですね。ということで、まず依頼の一つ目を、クリアしたという形になります。で、一応これで、外に出ることもできるんですけど、それだとまだ5ポイントしか入らないので、まあ、これ倒したら、まあ、雑魚はだいたい消えるんですけど、ちょっと間違えてまた消えてますけど、雑魚いなくなっちゃうんで、一回戻ってもらって、次反対側ですね。まあ、このまま出たら5ポイントしかもらえないので、次こっち側も行きます。こっちはまた消えていきます。で、こいつですね、梶原景時、こいつもやっちゃいます。で、英傑の方で、全体術とか持ってないよという方は、で、多分もう今日からなんですけど、17周年記念、まあ、6月3日からですね、17周年記念東西合戦が始まると思うんですけど、そこでまた福袋というものが多分発売されて、その福袋から全体術の明智光秀も取れるということなので、なんか全体術なんでですね、ちょっと強いか強くないはちょっとまだ分かんないんですけど、自分の方もちょっと買ってみて、すぐ検証動画の出してみたいなとは思うんですけど、そういった形で英傑を取ることもできるので、ちょっとお金かかっちゃいますけどね、多分5000コインぐらいですかね。結構いいものも入ってると思うので、買ってもいいんじゃないかなとは思っています。ということで2体目も終わりですね。で、2体終わったんで、試練クリアという形になります。で、倒すと雑魚が消えるので、また薬を使って消えてますけど、消えなくていいですね。で、戻って、最初のやつにまた放すという形になります。こいつですね、こいつに放して試練達成という形になります。これで3の方がポイント10という形で1回終わりと。刺繍の糸の四つ葉の刺繍糸を取るためには、3が20ポイント、4が20ポイントということで、これを2回するということですね。で、次が4の方に行きたいと思います。4の方が道を塞ぐもの、これになります。で、ここはもうずっとすぐ近くなんで、走って行ってもらって、浮いてる天狗ですね、ちょっと通り過ぎましたけど、この天狗になります。これもやっちゃいます。先ほどの話なんですけど、今日から17周年記念の、東西合戦が始まってると思うんですけど、東西合戦の中で英傑が使えたり、英傑は使えないような合戦もあるらしいんですけど、英傑を使いながら対人もできるという感じもあるみたいなんで、
ちょっとなんか面白そうなはちゃめちゃなことになりそうかなとは思うんですけど、英傑が使えたら武将とかもかなり楽になると思いますし、対人で英傑使えるとすごいですよね。どんな戦い方になるかちょっと分かんないんですけど、ちょっともしできればやりたいなと思います。ただ東西合戦はですね、報酬がかなりいいので、ポイントを貯めることばっかりになるとは思うんですけど、なんか対人ができるとこもあればいいかなとは思います。ちょっとまだ今この動画撮ってるのが、まだ6月3日のメンテ前なんで、どうなるかはちょっとメンテ開けてみないと分かんないですよね。ということで、これも天狗終わりですね。まあ、強さ的にはまあ大した強くはないんでですね。で、これまた戻って報告という形になります。これで4の方が10ポイントですね。なので、刺繍、四つ葉の刺繍糸を狙う場合は、毎週5個まで取れますので、20ポイントの5個ということで100ポイントなんで、さっきの2人組を10回とこの天狗を10回すると、毎週最大の5個取れるという形になります。ということで天狗の方は、報告して10ポイントという形になります。で、4の方がもう1箇所あるんですよね。そちらの方も、行こうかなと思います。場所の方が出羽の豪傑、通常の方ですね、こちらの方ですね。結構前の方なんで、出羽の豪傑、井出羽の豪傑、出羽の豪傑ね、出羽の国だ。で、ここも消えていきます。ずっと奥行くと金色の襖があるんで、金色の襖の先ですね、ここですね。最上義満ですね。こいつもやりたいなと思います。で、6月3日の今日からなんですけど、東西合戦はちょっと楽しみですね。自分の方でもいろんな武将をやれたらなと思いますし、報酬の方もご宝具のオツ、キノト、多分取れると思うんで、ポイントの方を、稼ぎつつ、英傑を使った対人戦とかもやれたらなと思います。英傑が使えるとなると、真田パパいる方が強い、先に真田パパの、攻撃したもん勝ちという感じになりそうなんですけどね。どうなんですかね、上と勝負になるんですよね。叩いたもん勝ちになるんですかね。英傑入れた後、全体術で壊滅とは思うんですけど、
まあ、ちょっとやってみたいなという感じはありますね。まあ、あの英傑が出せて対人戦もできるとこと、英傑は出せるけど対人戦はできないとこと、もともとから英傑が出せないとことか、ちょっといろいろ分けられてるみたいですけど、まあ、せっかくなんで英傑ありでやりたいですよね。ということで、もがみさんも終わりということで、こちらも、10ポイントなんで、まあ、好きな天狗かモガビかという感じで、あの好きな方でいいと思います。自分的には天狗のが薬使わなくて走っていけるんで、まあ、天狗の方がいいかなとは思うんですけど、まあ、どっちもどっちかなという感じで、話して試練達成という形になります。あの腕抜きの、動かすのは、まあ、1で買うと6万5000貫とかするんで、まあこのクエストを進めて毎週5個ずつ取っていけば結構できるんじゃないかなと思うんですけど、自分みたいに運が悪いと60個70個80個使ってもできないこともあるんで、そこはもう運次第という形になりますね。ということで、今回は四つ葉の刺繍糸を取るための、中尊寺金色堂3と4を攻略する動画でした。長時間ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイキーン。